杉並の場合は、はいはい、私自身もやっぱり野党統一っていう形で、うん、本当に皆様に支えていただいて、うんうん、国会に行って、うん、その時の流れで区長選があり、うんうんうん、であの野党統一でみんな頑張ったここも含めて、うん、野党で候補者一本化目指した方がいいのかどうですかね。もう維新さん出て出すっておっしゃってますからそこはもうじゃあちょっともう出すっておっしゃってますからですし、さあ始まりました選挙 .gov チャンネル、私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日も昨日に引き続きましてスペシャルゲストにお越しいただいております、立憲民主党の吉田晴美衆議院議員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで吉田さん、本日もこちらの、はい、あの聞いてください。楽しみ、はい、さあ何でしょう、はい、はい、7番、あこれも結構タイムリーな話題ですね。タイムリーな話題ですね、はい。立憲民主党の有志で、はい、野党候補者野党で候補者一本化をという、はい、そういうあの、まあ、会が、立ち上がったということで、うん、これは、まあ、小沢氏ら、立憲民主党の有志、が立ち上げたということですけれども、うん、はい、こちらの動き吉田さんどうですか、率直に見ていて。なんか、はい、あの私これも呼びかけっていうかあの、入ってくださいというか、あの言われて、あの全然こんななんか政局の動きとかっていう認識、はい、実は私はなくて、はい、あの本当にあの野党統一っていうものを私は求める立場なんですね、うんうんうん、みんなでやっぱり一致点を見出して野党でスクラム組んで、今の本当に一強の自民党に対して、うん、あの向かっていかなきゃいけないっていう思いなので、うんうん、あの賛同しますっていうふうにあの私は申し上げたんですけど、うん、なんかこれがなんか執行部卸しみたいになってるんですかという見方をしてる人もいるということですかね。ということもいると、なんで、あれ そういう動きになるのって逆になんか私はちょっとびっくりしたっていう感じなんですけれども、はい、実際のその、まあ、一応今回賛同された方53人っていうことで、はい、されてますけれども、はい、なんかそんなすごくこう政局的な動きを求めている人ばかりでもないというか、なんかその皆さんの思いとしては、まあ、この思いには賛同するというか、はい、その野党で候補者一本化、うん、でもそれ以上の動きをものすごい求めている人たちとはあんまり見えない感じですかね。どうですか、吉田さんの目から見て。いや、実際私にも、はい、こういうことをね、やりますと賛同していただけませんか、はい、って来たので、はい、もちろんもう本当に今の自民党に対抗するには、うんうんうん、本当に野党が一枚板になっていかなきゃいけないと思うので賛同しますって言ったんですけど、うん、これ政局の動きの私はちょっとその意識がなかったので、もう純粋に野党統一っていうのは、うん、あの必要な今本当に必要なことだと私は思って、うん、こうちなみにまあちょっと話それるんですけど、うん、こういうなんていうんですか、ある意味こう議員同士の集まりみたいなのって、うん、こう急に声かかってくるんですか、うん、なんか電話とかでこう、あ、そうですね、はい、もうあのいろんなあの前ちょっとこれ話ずれるんですけれども、まあ、立憲民主党の若手で、はい、もっと積極的に衆議院選挙に候補者当たってるようにっていう申し入れをした時も、はいはい、ありましたね、はい、あれも私もその中の一人であるんですけれども、多分何人かでそういう話をしててこれやらないかというふうになったら、うんうん、それにやっぱり賛同をしてくれそうな人に多分声掛けがパッと行くんじゃないですかね。なるほど、うん、だから多分もともとご準備されていたんだとは思うんですけれども、うん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 、これは賛同する。そうなんですね、はい、まあ、やっぱりなかなかその当然その地域での、はい、まあいろんなその支持政党とか、まあ、支持団体とのお付き合いっていうのもあると思うんですけど、うん、やっぱりこういう、こう、例えば共産党との候補者調整みたいなものっていうのは、なかなかやっぱ党本部主体でやらないと、こう、難しいんじゃないかっていう、やっぱり感覚なんですかね、皆さんの、こう、やっぱり私も地域で、他党の方と話しているときに、代表がもう、そう言っちゃった。はい、だからなかなかうちは動けないよみたいに言われる場合もあって、そうなんですね、それは、うん、感じてらっしゃる方はいらっしゃるかもしれないですね。なるほど、確かに、まあそうですよね、結局なんかその個別にやって
ても、なかなかこう糸口が見えない中で、まあ、例えばこの選挙区はこうするけどこの選挙区はこうするっていうやり取りの中で調整ってこう進めていかないとなかなか進まないのかなって印象はあるんですよね。いや特にあの昨日の話じゃないんですけど、杉並の場合は私自身もやっぱり野党統一っていう形で本当に皆様に支えていただいて国会に行って、その時の流れで区長選があり、で、あの野党統一でみんな頑張った、あのそれぞれのある意味政党や、はい、あの住民の方々が今回の区議選で、あの候補者になり、いや本当にそういう流れで杉並は来ているので、やっぱりこの流れは私はもうもっとあの大きくしたいなと思うので、やっぱりそれが今あの地域の方々の期待につながっているっていうことを考えたら、これは大事なことだと思います。なるほど、はい。がうまくいったというのは、他と比べて何が違ってたのかなっていうのはちょっと気になるんですけど、あの野党統一ね、2021年の衆院選の時ってことですかね、はい、あの実は2017年 の、あの選挙の前に、なんだっけかな、野党統一を求める8区の会、はいはい、というような、ごめんなさい正式名称違ったかもしれないですけど、でも統一候補を求める、あの市民が、市民の方々の、集会何回もやったんですよ、だけど結局17年は、乱立して、無所属の方も出て、野党各党出てしまって、で票が分散してしまった、でその時に、まあ、私は、落選するわけなんですけれども、あの時にもうその後もう市民の人がもうなこれだけ汗かいてもダメなのかってがっくりきてたんですよ、だけどもう一回立ち上がろうという形で、もうあの2017年の思いをしないようにまたみんなで活動していこうっていうこの頑張りというか気持ちが出てきて、でそれにはやっぱり私たちは違いが対立ではなくって、違う点はもちろん政党が違えば、あの違うのは当たり前で、じゃあどういう大切なところで一致できるんだろう、それは例えば平和のことであったり人権のことであったり、やっぱり経済政策の中で、あの新自由主義なのか、本当にあのボトムアップの経済なのか、なんかそういうところでやっぱり一致点があって、それ一緒にスクラム組んで頑張ろうっていう、あの違いではなくてその一致点に目を向けて、やっていったっていうのが、なるほど、うん、大事なところで一緒に活動できるのどこ、じゃあ一緒にそれで活動しようっていうのがあったのかな、はい、LGBT の問題もそうですし、はい、そうですね、この、まあ、特にやっぱ次の衆院選に向けての話で、まあ、その選挙区、選挙でおいて気になるのはですね、やっぱりこの日本維新の会が、まあ、どうするかっていう、はい、まあ、日本維新の会の多分方針としては、あんまりその立憲民主党さんと候補者調整とか選挙区調整を行わずに、はい、まあ、あくまでも独自候補を立てていくっていう流れだと思うんですけども、そのあたり吉田さんどうご覧になってますか？これはもうやっぱり、まあ、吉田さんとしても、まあ、日本維新の会とは、なかなかその政策的にこう一致できるところが、まあ、難しいんじゃないかということで、まあ、お互いにやっぱ候補者ちゃんと立てて戦っていくべきなのか、あるいはもうやっぱりここも含めて野党で候補者一本化を目指した方がいいのかどうですかね、そのあたり。もう維新さん出て出すっておっしゃってますから。そこはもうじゃあちょっと出すっておっしゃってますから。ですし、やっぱり大事なところでの政策一致っていうのは、私は重要かなと思ってまして、憲法観、それから人権に対する意識、ジェンダー、こういう、言ってみればですね、いつも言われるんですよ。そういう話って票にならないとか。でも、票にならない話ほど、実は、その政党の政策の中で、とても重要な理念だったりするので、そこが全く違う場合っていうのは、これはちょっと、難しいかなと、いうふうに思いますし、維新さんが、もちろん維新さんとも一致点があれば、この間の、あの、委員長の、何でしたっけ、ニット廃止とか、そういうのは、あの、一緒に、そうですね、国会活動では、まあ、一部、一緒にやられてるところもあります。わけですけど、ちなみにこのなんか私もこれ結構見解が分かれるなと思うのは、あの日本維新の会の候補者が出た時に、それがその自公にとって有利なのか、あるいは立憲の候補者にとって有利なのかって結構選挙区によって違うなと思うんですよ。つまりその維新の会の候補者がどっちの票を、まあ、
食うのかっていうのは、結構選挙区によって違うなと思うんですけど、うん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 、例えばなんですけど、吉田さんの東京8区だったら、はい、実は日本維新の会の候補者出てくれた方が、はい、石原さんの票の方が削れるんじゃないかとかって勝手に思っちゃったりするんですけど、そのあたりどうですかね。私はこれが、あの立憲民主党に対する今、期待、まあ、党に対する期待っていう意味で言うと、弱っていう言い方もあれですけれども、自民党はもうちょっとなぁと、はい、ね、非自民票っていうのは今すごく多いと思うんですね、うんうん、でもその非自民票の受け皿に立憲民主党がなりきれているかっていうと、うんうん、あの正直な話、うん、今私はちょっとそこはなりきれてないと思うんですよ、うん、でそこに日本維新の会のような改革政党みたいな感じで来たら、うんまあ、若いね、四国で頑張ってるしね、うん、じゃあ頑張ってよみたいな、うん、あのそんな感じで、うん、やっぱり期待が、うん、そちらに行くっていうのは、うん、あると思うので非自民の受け皿としてのやっぱり、うん、ポジショニングみたいなものは、ええええ、維新の会さんはアグレッシブにやってるなっていう印象が、はい、なるほど、そうなんですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、それでは次のテーマいきたいと思います。はい、はい、3番、あ、まあまあこの話の流れで、はい、今度ちょっと東京全体って東京全体で、はい、ですけども、まあ、まさに維新が東京の全選挙区で擁立方針を出したということで、うん、まあ、前回は全25選挙区のうち17区だったと、うん、で今回まあ30選挙区に増えてますんで、まあ、そこ全部出して、うんうん、最終的な現実的な獲得目標として比例5議席も含めて7、8議席だという、うん、馬場代表の、コメント出てますけれども、はい、これはやっぱり今の維新の勢いっていうのは、うん、その実際に吉田さんの地域回られて感じたりしますか？そうですね、東京はすごくこう風を受けやすい、うんうん、あの地域であり、うん、やっぱりどこに期待していくかっていうところで、その期待をぐっと掴んでくるっていう意味では、はい、今の維新さんは私は脅威に思います。うん、なるほど。そのやっぱりこの選挙の時にさっきのその話の流れで言うと、うん、まさにその非自民に期待したい人たちで、うん、立憲を選んでもらうか維新を選んでもらうかのところで、うん、何がやっぱりこのこう最終的に立憲を選んでもらう上でこうポイントになりそうとか、なんかこう吉田さんが現場で掴んでるものってありますかね。私自身のやっぱり立ち位置ってリベラルなんですよ、うんはい、でいろんな政策を本当にじっくりこう皆様に伝えたいという思いがある一方、こと選挙ってなった時には、私維新さんがうまいなと思うのは分かりやすさ、分かりやすとメッセージが、はい、伝わりやすいっていう、維新さん何やるとこ、なんかこういうの話するとなんか維新さんの宣伝になりそうですけど大丈夫です。例えば、はい、身を切る改革とか、あと、まあ、大阪で教育無償化しましたって言って、うん、私も全然政治に関心のない一人だったので思うんですけど、うん、あ、そうなんだって言って、うんうんうん、その先じゃあその無償化になってて、うん、本当のところどうなの？までは、なかなか見る余裕がないんですよ。うん、でも、あ、そういう、まず、ファーストメッセージのところで、うん、あ、この人たちなんかやってるわね、うん、っていうのが伝わってるっていう意味では、うん、そこが上手だなと。なむしろ、立憲民主党はそこが下手なんだなっていうことを感じます。これ難しいなと思う。私も一応ですね、この立場なので、例えば国政選挙のために全政党の公約読ませていただくんですけど、立憲民主党さんも、例えば子育て政策で、はい、当然その日本維新の会と遜色ない、ないしは、まあさらに踏み込んだ内容を含めて書かれている部分あるじゃないですか。うんうんうん、それがでも、こうパッケージとして、こう非常に大きい政党なんで、こう広く見せられると、はい、なんかどれがこうポイントなのかちょっとやっぱ見えづらくなっちゃったりしますよね、そうなんですよ。その辺がなんかこうもう少しなんかわかんないですけど、例えば日本維新の会みたいに立憲民主党ってこの3本なんですみたいな、うん、打ち出しっていうのはやっぱなかなか難しいんですかね。私はもう決めてるんですよ、なんです言っていいですか？言ってください。もう、はい、立憲民主党はもうこのところを柱にしてほしいっていうのは、子ども子育て教育の立憲民主党、あ、もうそこが柱だと、柱だと私は思ってます。はい、それなんかその方がまだ分かりやすいですね、うん、でもね、なんかでも、子ども子育て教育の立憲民主党っていうと、じゃあシニアの方々どうなんだとか、
その他もこういろいろ出てくるんですけど、うん、もちろん、うん、もちろんだからって言って他の人を、うんうんうん、に対する政策をマイナスにするわけでは全くなくて、はい、でも一体どこをちゃんとやっていこうという政党なのかっていうふうに言ったときに、やっぱりシニアの方含め非正規雇用をなくしていき、でどうやったら子どもたちを幸せな日本にできていくか、子どもを産みたいと思う国にしていくかっていう、私たちの今とやっぱり子どもたちの未来、これを本当しっかり訴えていきたいなというふうに、思います。そのまさに子ども子育て教育の柱にしたときに、うんうん、やっぱり日本維新の会よりも立憲の方がここは優れているって感じる部分ってどこですか、吉田さんが。やっぱり具体的に当事者の皆さんからの声を聞いているっていう厚みっていうのは、絶対的に私は立憲民主党の方が厚いと思ってまして、例えばもう私も全部保育士さんの処遇改善の法案出すときに、杉並区内の全保育園にアンケートします。で、アンケート返ってきたところは必ず回っていくんですけれども、やっぱりその中で浮かび上がってくる、保育士さんの配置基準、もうこれずっと長年言われてて、もう昭和23年から変わってない、嘘っていう話ですけど、これもみんな問題認識してるのに変えようとしない永田町。で、もう一つ、なるほど、こういうことがハードルであるんだなと思ったのが、保育士さん不足で、紹介会社さんから、来てもらうと。その時に、紹介料として100万ぐらい払うんですって。そうなんですか。で、3ヶ月勤めていただいて、4ヶ月目に辞めたら、それお金返ってこないんですよ。いやー、それは厳しいですね。厳しいです。これは、そうやってる、と、もう、いくら保育園の、経営者の方が頑張って、国から補助金来て、本来それが保育士さんに行くべきお金なのに、行かずにそういうところに流れてしまってるっていう、やっぱり現状もあって、なんか、打ち上げたものが本当に現場に届いていくのかっていうところの深みっていうのは、立憲民主党の方が熱いというふうに私は思っています。まあ、まさにその制度を作るときに、やっぱどうしてもその想定できないものとか、いろいろその現場に対する想像力が足りないものっていうのがやっぱりあって、そこのやっぱりこう現場の声を、しっかり立憲民主党は拾った上で、こういう政策を出してるんじゃないかということですね。そうです。はい。ありがとうございます。もう一点吉田さんにお伺いしたいんですけども、まあ、今回やっぱりその日本維新の会とが、特に野党第一党を取りに行くというお話をされていて、まさにその野党第一党をこう巡る争いみたいなのが、衆院選でも注目されるかなと思うんですけど、一方でやっぱり2つの政党とも最終的にはやっぱり政権を取りに行かなきゃいけないわけじゃないですか。なんか このあたりってこう皆さんの中でどう整理して消化してるのかっていうのちょっと気になるんですけども、皆さんの中で、吉田さんの中で、まず私の中で思ってるのは、正直野党第一党を争うとかそういう話ではなくて、やっぱり対自民党に対して今の政治をどう変えるかっていう話をしなきゃいけないと思います。で、この今の自民党の政治ではない、例えばもうアベノミクスではない、じゃあどんな経済政策なのか、また、じゃあ今この骨太方針で出した子育てではない、じゃあどういう子育てなのか、で、かつ立憲民主党はどういう未来を作っていくかっていう話で、対維新ではないと私は思っています。なるほど。はい。ああ、そうなんですね。はい。でも維新の方は煽ってくるかな。でも東京でね、またぜひちょっとここはバチバチになるかもしれないんで、注目していきたいと思います。はい。ということで本日はここまでとなります。皆さんぜひ高評価、チャンネル登録、コメントの方お寄せいただければと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。集会があったりして、聞いたんですよ。皆さん13日に岸田総理が異次元の、少子化対策出しました。何が異次元でした？なんかピンとくるのありましたか？って言ったら、みんな、何あったんだっけそんな反応なんですよ、はい、これそもそもでも表明されたのちょっとびっくりしましたけど、どうですか吉田さん。いや、びっくりでした。ですよね、やっぱり、ね、もうだってあると思ってましたもん。やっぱあると思ってたんですか。あると思って髪切りましたそうだったんですか